北方ルネサンス、北方ルネサンス、北方ルネサンスは、競技には、北ヨーロッパでのルネサンス運動を指し、講義では、イタリア以外でのヨーロッパにおけるルネサンス、運動全体を指す、美術使用後。1450年終わりになるまでイタリアでのルネサンス人文主義は、イタリア以外のヨーロッパ諸外国にはほとんど影響を及ぼさなかったが、15世紀後半には、 ルネサンス運動は全ヨーロッパに波及した。その結果、ドイツルネサンス、フランスルネサンス、イングランドルネサンス、ネーデルラントルネサンス、ポーランドルネサンスなど、それぞれの国でルネサンスの影響を受けた、多種多様な芸術運動が展開された。フランスでは、フランス王フランソワ一世が、レオナルド・ダ・ヴィンチラ・イタリアの芸術家を宮廷に迎え、莫大な費用をかけて、 ルネサンス様式の宮殿を造営し、フランスルネサンスのきっかけを作った。15世紀のブルエ、16世紀のアントワープのような当時の経済中心都市との交易は、ネーデルラント諸国とイタリア双方にとって大きな文化的交流をもたらした。しかし、ネーデルラントでは芸術、特に建築の分野において、後期ゴシックの影響が依然として大きく、画家たちが イタリアの絵画を模範とし始めていたのに対し、バロック期になるまで後期ゴシック建築の様式から抜け出ることはなかった。一部の地域では政治体制が中央集権だったこともあり、イタリアルネサンスの影響をほとんど受けずに独自のルネサンス様式が発展した。イタリアやドイツでは独立都市国家が大きな力を持っていたが、中央ヨーロッパ、西ヨーロッパでは 国民国家が出現し始めていた。北方ルネサンスは16世紀の宗教改革と密接に関係している。大国内、大国外ともに、プロテスタントとローマカトリック教会との長期にわたる対立がネーデルラントなどのルネサンス運動に影響を与え続けた。もともと西ヨーロッパは北、イタリアよりも封建性が根強く残っていた。ヨーロッパ経済は過去1000年にわたって、 西ヨーロッパが支配していたが、ルネサンスの始まりと時を同じくして衰退していく。衰退の原因は、ヨーロッパで大流行したペストの影響もあるが、物々交換貿易から貨幣による貿易への移行、濃度性の解消、封建諸行による都市国家支配に代わる、君主制による国民国家の成立、火薬を用いた火器などの新しい軍事技術による封建的軍隊の無効化、 農業技術、手法の進歩による農業生産性の向上など様々な理由が背景にあった。イタリアと同様に封建制の衰退が西ヨーロッパのルネサンス文化として文化、社会、そして経済の新しい幕開けとなったと言える。最終的に西ヨーロッパでのルネサンス運動はローマカトリック教会の弱体化と共に盛んになっていった。 封建制の緩やかな終焉は、司教や修道院などが、荘園領主として、奉能を受け取る台湾にその荘園の人々を保護するという、長きにわたって続いてきた慣習の陳腐化をも招くことになる。その結果、15世紀初頭には教会に頼らない、信徒たち自身による互助組織なども見られた。これら多様な社会変革の中でもヒューマニズムの浸透が最も重要で、 ルネサンス期における美術、音楽、科学の発展の思想的背景となった。例を挙げると、ネーデルラント出身の司祭、人文主義者デジネリウス・エラスムスは、北ヨーロッパでの人文主義思想の発展に大きく、清し、古典的人文主義と、当時増加しつつあった、各種宗教問題との融合に成果を挙げている。一世紀前であれば、教会によって禁じられていたであろう。 芸術上の表現手法がこの時代になって許容され、奨励されることすらあったのである。ルネサンス様式が短期間で全ヨーロッパに伝播することができたのは活版印刷技術が発明され、普及していったことも大きい。新しい知識を求める欲求は科学の研究を促進し、政治思想を広め、そして北ヨーロッパでのルネサンス運動の方向性を決定づけた。 イタリア同様、活版印刷機の導入は、自国語あるいは、ギリシア語、ラテン語で書かれた古代の文書や、新しく出版された書物に触れる機会を増大させた。さらに聖書が広く各国語に翻訳されたことが、プロテスタントの宗教改革の要因となった、ともされている。ロベルト・カンピン、ヤン・ファン・エイク、ロヒール・ファン、デル・ウェイデンら。 初期フランドル派の画家たちの北方写実主義絵画は、イタリアでも大きな賞賛を受けた。しかしこれら北方絵画とイタリア絵画との相互に対する影響は15世紀の終わりになるまでほとんどなかった。15世紀にも、両地域には頻繁な文化的、芸術的交流があったにもかかわらず、1500年から1530年までのアントワープマニエリスム、 年代的にはイタリアでのマニエリスムの時期と重なるが、関連性は、ほとんどないの芸術家たちが、ネーデルラントで最初にイタリアルネサンスの影響を受けた。ほぼ同じ頃、ドイツ人画家、版画家のアルブレヒト・デューラーがイタリアへ二度旅し、版画の分野で高く評価されている。デューラーはイタリアで見たルネサンス芸術の影響を受けて、帰国した。他に、イタリア人以外の重要な画家として、 ドイツの画家ハンス・ホールバイン、父、フランスの画家ジャン・フーケなど、当時北方では主流だったゴシック様式の画家たちや、ネーゲルラントの画家ヒエロニムス・ボス、ネーゲルラントの画家ピーテル・ブリューゲルのように、高度に独自の芸術を展開していた画家たちが、イタリアルネサンスの影響を受けて発展させたタイルは、次世代の画家たちにも、盛んに模倣されていくことになる。 16世紀の北方の絵画家たちはますますローマに注目し、実際にイタリアへ旅することによって、ルネサンス美術を自身らの芸術取り込むことによって、ロマニズム、ローマ派として知られるようになっていった。ミケランジェロやラファイロが活躍した、正規ルネサンス期芸術と後期ルネサンス期に流行したマニエリスム様式とは、北方の絵画家たちの作品に大きな影響を与えたのである。 ルネサンス人文主義と数多くの古代の芸術品は、北方の芸術家たちよりも、イタリアの芸術家たちの方に、キリシア・ローマ時代の芸術復興というテーマを多く、もたらした。15世紀のドイツやネーデルラントの著名な絵画作品には、古代芸術の影響は見られず、中世からの伝統的な宗教画が多い。当時の北方芸術で特に知られるのが、祭壇画で、 持ち運び可能なものから非常に大きなものまで制作されている。翼を持った祭壇画は教会歴で定められた。特定の日ごとに開閉された。16世紀になると北方でもイタリアでも神話や歴史を題材とした美術品がよく作成されるようになる。しかし北方ルネサンスの画家たちはさらに新しい題材を求めて風景画や風俗画などにも進むしていった。 北ヨーロッパに波及したイタリアルネサンスの芸術スタイルは、それぞれの地域性に合わせて変化し、その土地に独自に適応していった。イングランドと北部ネーデルラントでは、宗教改革の影響で、宗教絵画がほぼ姿を消している。当時のチューダー・アサ・イングランドには、優れた宮廷芸術家がいたが、肖像絵画はごく一部の上流階級に広まっただけだった。 フランスでは、イタリアから招かれた高期マニエリスム様式の画家、ロッソ・フィオレンティーノ・ラの影響によって、フォンテーヌ・ブロー剥が立ちしたが、最終的には、伝統的なフランス海外と回帰している。16世紀終わりには、ハールレムに集ったカレル・バン・マンデルや、ヘンドリック・ホルツィウス・らの芸術家が、フランドル地方に、北方ルネサンスに続く、北方マニエリスムを展開していった。 ルネサンス期の最も重要な技術革新の一つは、初の本当の外洋船といえるキャラベル船の発明である。この船の存在が、広範な地域への貿易と大西洋横断を可能にした。ブリアン・グレゴリやジョバンニカ・ボートといった初期のイタリア人船長たちが発見した海上航路が、北部ネーデルランドがヨーロッパ中の貿易の中心地であるという役割を衰退させることにいる。 変わって、富と力の集積地となったのは、さらに西方のスペイン、ポルトガル、フランス、イングランドだった。これらの国々は、アフリカ、アジアなど広大な地域を相手に貿易を開始し、アメリカ州は全域にわたって、植民地化が進んだ。このヨーロッパ諸国による探検と領土拡張の時代を、大航海時代という、当時のヨーロッパの権力そして、ルネサンス芸術、 ルネサンス思想はこの大公開時代に全世界に広まったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。